伊藤先生が取りまとめをしておられる間に、午前中と同じように、一言ずつご感想なり、ご意見なり、さらなるご意見なりというのをお聞かせいただきたいと思います。午前中とは逆に、今度はこちらからお願いします。県民でありながら、本当に地元の、観光資源っていうのをあまり知らないことに恥ずかしいなっていう思いを改めて感じたんですけれども、逆にいろんな取り組みっていうのを体系的にまとめるっていうのは、多分県の施策の中でもすごく難しいことなんだなっていうのが、それがよく分かりました。以上です。はい、ありがとうございます。それではお願いします。はい、立場上直接的な事業展開をしているような事業も載っていたりとか、なかなか微妙なところもあったんですけれども、やっぱり観光は総合型の産業であろうと、特に中山間地域にとっては、今から地域の活性化を図る上で、すごく重要なツールになるであろうというふうに改めて感じました。ありがとうございます。何かワークに分かれていることよりも全体としてお聞きした方が随分と総合的なご意見が伺えるようでございます。ではお願いします。はい、私のようなこの若輩研究者がですね、事業レビューにどの程度お役に立ったかちょっと分からないですが、マーケティングの視点、私もマーケティングなので視点からすると、やはりどのワークにしてもですね、波及効果の高いセグメントに向けて、メリハリをつけてですね、思い切ってアプローチをしていくと。その上で必要であればですね、事業間でも連携を図りながら同じターゲットに向けてアプローチしていくというようなことが、メリハリをつけて行われればですね、なんかもっとより目標達成に近づくんじゃないかなと、思って今日は全部のワークをですね、見させていただきました。私もできることがあればぜひ協力したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きましてよろしくお願いします。いや、改めてですね、やっぱり県と市町の役割分担といいますか、そこが非常にやはり重なってもいけない、そうかといって隙間があってはいけない、で並列でもないような気がしますし、それ言うのは見やすいんですけども、じゃあ一体じゃあ県と市町がどういう役割分担をしたらよりスムーズで効果的な観光行政ができるかというのが、本当私自身全然イメージ湧かないんですけども、ここを今後さらに研究していく必要があるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。それでは最後に、はい、お願いいたします。普段は末端の方ですが、観光振興のお手伝いをしている身としてはですね、この7000万人に少しでも、足を引っ張らないように積み上げるように努力していきたいなと、県の目標に対してですね、思います。と一県民としてはですね、おもてなし、街角で観光客の人に道を案内したり、名物の料理を紹介したりと、そういう意識をつけていくことも大切なのかなと思っております。はい、ありがとうございました。ちょうど時間となったようでございますので、はい、お願いいたします。ご利用いただきまして、はい、それではですね、今、午後の部4つのワークにつきまして、事務局の方で的確にまとめていただきました。でまず、成果目標についての考え方です。1点目、目標や目指すべき成果には高すぎるものと低すぎるものがある。例えば総観光客数7000万人、サイクリング活用の利用者満足度 70% などがある。で途中で適切な設定に見直す必要があるのではないか。2点目、総観光客数のみでなく宿泊観光客や観光消費額など他の成果指標も設定する必要があるのではないか。3点目、観光客のターゲット、具体的には県外、県内、個人、団体、あるいは外国、国別などのターゲットごとの目標設定が必要ではないか。から最後4点目、おもてなしの充実を図っていくためには、もっと適切な指標や目標の設定が必要ではないかというご指摘がありました。で一方、構成事業についてです。1点目、一過性のブームに終わらせない魅力づくりと発信の仕組みが必要。から2点目、観光客のターゲットを明確にした上で対策を実施することが必要。3点目、
広島でしかできない、あるいは広島にしかできないといった他県との差別化を図るための事業が必要。から4点目、そこでしか買えないものといったブランド化の検討をしてはどうか。から5点目、中山間地域の魅力を引き出す滞在型、体験型の企画計画が必要ではないか。から最後、おもてなしは非常に重要、観光関係者のみでなく、もっと多くの人を対象にした事業展開が必要というご指摘ございました。これにつきまして、それぞれ表現が適切であるかどうか、それからご自身の発表されたもの、すべてはこの場で発表できないんですけれども、暫定版の取りまとめとして適切であるかどうか、ご審議いただけたらと思うんですが、何か。よろしいですか。よろしいでしょうか。ああ、ぜひ、はい。今ご指摘いただいた中でですね、ブランド化の話がございましたんですけども、非常に貴重なご意見でございまして、26ページと27ページのところへですね、実は東京の方へですね、ブランドショップという形でですね、新たにそのショップを開くという今事業を展開してございます。で、従前はアンテナショップということでですね、物販、それから飲食やってたんですが、新たに今の観光客を広島にいかに誘客するかということをですね、物であり、その、なんて言いますか、飲食でありですね、食材ですね、まさにおっしゃっていただいたようなことをですね、キーワードに取り組みつつありますので、はい、これも頑張ってやりたいと思います。わかりました。ちょっと補足はあります。はい。他の方々 も補足よろしいですか。それではちょうど予定通りに終わりましたので、大変長時間ご協力いただきましてありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。大変ご苦労様でございました。以上をもちまして、第一般の事業レビューがすべて終了いたしました。皆様ありがとうございました。これから2階の201で、閉会式を行いますけれども、まだ準備がちょっと整ってませんので、大変申し訳ありませんが、準備が整うまでこの場でしばらくお待ちいただきたいと思います。